9番のようなちょっとシンプルな曲は、もう基本的にはあたかも踏んでないかのように聞こえるっていうのを、僕は目指していて、まあ、使うのと使わないバッハで
ペダルを使うのと使わないのとどっちがいいですかって質問をよく特にコンクールとかを受けてる生徒さんお持ちの、先生からされるんですが、どっちがいいですかと言われると使わない方が無難ではありますよっていう話をするんですね。使うとなると非常にうまく使わないと全て逆効果になって悪い印象を与えてしまうので、うまく使えないのであれば使わなければいいと思うんですが、っていう感じで、例えばインベンションであるとかシンフォニアであるとかそういう曲はほとんどペダルを使わない演奏ばっかりを普段聴くことになるわけなんですが、例えば2番のシンフォニア、響きもペダルでバッハでも作り出すことが